去年は、朝鮮の政治家、弁護士、独立運動家。朝鮮王朝時代の環境北道、秋川郡に生まれる。広市政専門学校を経て、日本の明治大学法学部を卒業し、1907年には、大韓帝国の弁護士試験に合格した。1919年の3.1独立運動では、抗日派の代表的な弁護士として活躍した。その後は、 朝鮮共産党の総統に参加し、コミンテルンの承認を得るために送られた、総査作官が1928年2月に、上海で日本の領事館警察に逮捕されたことに伴い、京城地方裁判所において、無償で彼の弁護を担当した。1945年9月4日に、朝鮮建国準備委員会全体会議で、福井委員長に選任され、9月7日には朝鮮。 人民共和国の国務総理に就任した。1946年2月15日には民主主義民族戦線の共同議長に衰退された。1947年5月の第2次、米ソ共同委員会にて1947年8月11日に、在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁は、南朝鮮労働党の党首である拠点に対する逮捕令を取り下げながらも、 韓国における共産主義活動を不法であると宣言した。1948年に朝鮮民主主義人民共和国が建国されると最高人民会議議長、金日清総合大学学長となった。1951年8月に死去。娘、定宿は最小益夫人となり、夫が8月周波事件で粛清、軽視した後も政権の最高幹部として生きながらえた。 ありがとうございます。